皆様こんにちは。2021年4月、とっても天気のいい JR 函館駅に来ています。今止まっていますのは、特急北斗11号、キハ 261系 1000番台です。新函館北斗まで、この特急北斗に乗って向かいたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。特急北斗11号、函館駅を定刻で発車しました。函館駅は向かい側が海と車両基地があるため、たくさんの特急列車を見ることができます。鉄道ファンの私にとってはとっても眺めのいい駅と思っています。キハ 281系 やキハ 261系 の車両が多数函館車両基地に留置されている印象があります。これはですね、予想なんですが、 JR 北海道の利用者が減少していることを踏まえた減車が実施されています。そのために余剰となっている車両がここの函館の車両基地に留置されていると思われます。天気もいいと車窓も綺麗に見えますね。特急列車での移動ですが、とっても楽しみです。今日はよろしくお願いいたします。函館駅を出た時に左の車窓から後ろを見てください。このように函館山をバックにたくさんの車両を見ることができるんですね。この景色、私いつも好きでよく見ています。函館を出発する際はぜひ見てみてくださいね。特急北斗11号は加速度を増し、札幌方面向けで出発していきます。私の大好きなキハ40の姿がたくさん見ることができました。いさりび鉄道で使用しているキハ40の車両もありましたね。五稜郭駅に着きましたら貨物列車とすれ違いました。この貨物列車どこに行くんだろう。確か貨物ターミナルは五稜郭駅から札幌駅側にあると思っていて、五稜郭と函館の間は貨物列車を見ることはないと思っていたんですが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければと思います。五稜郭駅を12時20分発車です。キハ 261系 1000 番台は発車時の揺れも少なく、加速度もいいので乗り心地最高です。五稜郭駅を出てすぐだったんですが、キハ40の優秀ロマン号が止まっているのを発見したんですよ。いや、これは嬉しかったです。もうすでに2021年3月のダイヤ改正で引退されておりますので、しっかり記録に残しておこうと思いました。函館へ向かうときは発見できなかったのですが、影に隠れていたんですかね。いや、見れてよかったです。いさりび鉄道はこの函館線から分岐し、今左へカーブを切り、彦根の方に向かっています。このレールは青函トンネルを通じて本州までつながっています。定期での旅客運転ができないため、このレールに乗って本州に渡ることはできません。定期での運用では四季島という列車がこの青函トンネルを在来線で唯一通る列車なんですけれども、かなりの高額ですので、私にはちょっと手の届きにくい列車でもあります。一度乗ってみたいですけれどもね。今回の鉄道の旅なんですが、特急北斗で札幌から大沼公園駅、大沼団子を買ってから森に移動しています。そして森駅で作りたてのイカ飯を買って函館に来ました。そして今函館で観光してから新幹線に乗るために新函館北斗へ向かっています。今回の JR の在来線は全て特急北斗のみで移動しております。いやー、とっても贅沢な時間を過ごさせていただいております。これはですね、なぜ可能かというと、お得なフリー切符を使っています。北海道&東日本パスを使っています。これは JR 北海道と JR 東日本の普通列車が7日間連続で乗り放題になります。さらに北海道線特急オプション券というのをつけると、北海道内すべての特急列車の自由席が1日乗り放題になるというものです。これはすごいお得ですよね。このオプション券、さらにここからがすごいところなんですが、なんと北海道線特急オプション券は北海道新幹線も1日乗り放題になるんです。これはお得ですよね。新函館北斗から新青森までの間は1日乗り降り自由になるというわけです。お、いい5系の新幹線ですね。車窓から新幹線が見えるなんてラッキーでした。普通に新幹線に乗りますと、新函館北斗から新青森までの間は7720円かかりますので、このオプション券の値段の方が安く利用できます。無事新函館北斗駅に着きました。キハ 261系 1000 番台、特急北斗を見送ります。いや、車体がかっこいいですね。ものすごい加速で新函館北斗駅を去っていきます。
私はこれからこのフリーキープで北海道新幹線を楽しみたいと思います。今日の動画いかがでしたでしょうか。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。